皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。大阪市浪速区と西成区にまたがる場所にある JR 新今宮駅に来ております。今日は都市鉄道として整備されている浪速筋線の新設工事を JR 大和路線の JR 難波駅側の視点で撮影をしてみます。どうぞご覧ください。 JR 難波駅の電車が到着しました。この電車に乗車して JR 難波駅を目指します。乗車した201系は1981年に量産が開始された国鉄の直流通勤型電車です。大和路線は JR 西日本の関西本線のうち電化区間である京都府木津川市の鴨駅から大阪市浪速区の JR 難波駅までの区間に付けられた愛称です。路線距離は 54km、 期間は 1067mm、 起終点駅含む駅数は22駅です。福福線は天王寺駅から新今宮駅間、福線は木津駅から天王寺駅と新今宮駅から JR 難波駅間、単線は鴨駅から木津駅間です。この大和路線は2031年春の開業を目指して現在工事中の浪速筋線とつながります。その点を踏まえて JR 難波駅や浪速筋線の建設現場を確認します。一番右側には大阪環状線の内回りの高架が見えてきました。その高架の下を通過して今宮駅に向かい進んでいきます。大阪市浪速区大国3丁目にある今宮駅に到着しました。大和路線の1、2番乗り場は相対式2面2線のホーム、大阪環状線の3、4番乗り場は単式上下2層構造のホームとなっています。今宮駅の令和2年度の1日平均乗車人員は約3760人であり、大阪環状線で乗車人員の最も少ない駅です。今宮駅をゆっくりと出発しました。今宮駅を出発すると緩やかに右にカーブしてなだらかに高架の坂を下っています。今宮駅からの高架の坂をゆっくりと下ると間もなくトンネルに入ります。ここから JR 難波駅までの約 1.3km は1996年に浪速トンネルとして地下化されています。浪速トンネルにゆっくりと入っていきます。 JR 難波駅に到着しました。 JR 難波駅は地下線の浪速トンネルによる島式ホーム2面4線を持ち、大阪シティエアターミナル OCAT の真下にある地下駅です。 JR 難波駅は1996年平成8年3月に地下化される前は地上駅で櫛形ホームが設置されていました。1889年明治22年5月の開業当時の駅の名称は港町駅でしたが、1994年平成6年9月に JR 難波駅に改称されました。乗車してきた201系はしばらくして折り返し王子駅の普通電車として出発します。 JR 難波駅は終着駅ですが、当単式ホームではなく将来の浪速筋線開業を見越して通過構造として地下化されていました。また1番線と4番線の奥には引き上げ線が設置されています。1996年平成8年3月に地下化された頃には浪速筋線が具体的で実現性ある計画だったことがうかがえます。2020年令和2年度の1日の平均乗車人員は約1万6800人で、 JR 西日本の駅では第46位と難波地区にある駅としては少ないです。朝夕のラッシュ時以外は王子駅の普通電車が1時間に4本運転されているのみで、難波にあるターミナル駅としては寂しい状況です。浪速筋線が開通すれば駅の立地やキャパシティに見合う活気ある状態になることでしょう。エスカレーターでコンコース階に上がりました。改札を出て JR 難波駅の外の光景を確認します。 JR 難波駅は高速バスターミナルを併設する複合商業施設の大阪シティエアターミナル OCAT と直結しています。 JR 難波駅は大阪メトロの難波駅、近鉄や阪神の大阪難波駅、南海の難波駅にも地下通路で連絡しています。浪速筋線の JR 線は目の前の千日前通りやその北を流れる道頓堀川の地下を通り西本町方面へ進んでいきます。 JR 難波駅の西隣には脳神経外科の専門病院である富永病院があります。
港町リバープレイスの西側あたりの地下を通過して道頓堀の地下を通過していくと思われます。港町リバープレイスは大阪市浪速区港町1丁目にある多目的複合イベントスペースで、八角形の宇宙船のような形が特徴的です。浪速筋線は2023年に開業予定の JR 梅北新駅と JR 難波駅及び南海新今宮駅をつなぐ新たな鉄道路線です。関西国際空港や新幹線新大阪駅へのアクセス改善、新大阪、大阪、梅田、中之島、難波、新今宮、天王寺、関西国際空港をつなぎます。西本町駅、仮称の建設現場に到着しました。西本町駅建設工事の工事期間が2022年8月2日から2028年3月15日までとなっています。浪速筋の車線が規制され、側道と本線の一部で工事が行われています。西本町新駅付近では中央大通りの下を走っている大阪メトロ中央線の下を通過するため、地下約30メートルのところにホームが建設される予定です。中之島新駅のホームは2層構造で建設されますが、西本町新駅は1層構造で建設されます。2022年終わりから2024年初めにかけて仮土土明基工事及び路面復興工事が行われる予定です。2024年から2025年にかけて掘削地方工工事が行われ、2025年から2026年にかけて駅本体の躯体構築工事が行われます。西本町駅、仮称までは JR 線と南海線はそれぞれ別々の線路を使用することとなり、並行して西本町方面へ進んでいきます。ところが西本町駅、仮称の手前で JR 線と南海線は合流し、 JR と南海との共同営業区間となり、両社で同じ線路を共有します。このことから JR と南海電鉄の両社は浪速筋線での運行本数にかなりの制約が生じることが想定されます。 JR に関しては関空への特急はるかや和歌山への特急黒潮の運行が中心で、その他の列車は限られた本数になると思われます。大阪市西区宇都本町にある宇都公園の横を中之島方面に向けて進みます。中之島駅、仮称の建設現場に到着しました。中之島新駅、仮称の工事期間が令和10年9月29日までとなっており、長丁場が始まったばかりです。車線規制が行われて、歩道と規制した車道で工事が行われています。中之島新駅、仮称は堂島川と土佐堀川に挟まれた中洲の地下に作られます。そのため駅のホームは地下40メートルから50メートルの地下深くに作られます。また駅のホームが上が上り線、下が下り線と2層構造になっているのも特徴です。またこの辺りの浪速筋はもともと片道3車線あり、1車線が規制されても交通渋滞は発生していないようです。2022年から2023年にかけて仮土土明基工事及び路面復興工事が行われる予定です。2024年から2025年にかけて掘削地方工工事が行われ、2025年から2027年にかけて駅本体の躯体構築工事が行われる予定です。上昇橋交差点では支障物撤去工事が令和7年3月31日まで行われています。浪速筋と交差する国道2号線の地下を走る JR 東西線建設時に残置されている鉄道躯体に影響のない地下障害物を撤去しています。その工事のため浪速筋の北向き西側の1車線と歩道の一部が規制され、機材や車両置き場として利用されているようです。 JR 福島駅の高架のすぐ北側にある上昇橋踏切に到着しました。梅北方面にかけて少し左右に蛇行して少し下って半地下状態になっていることがわかります。大阪環状線の高架下にあった商業施設は撤去されています。大阪環状線改造プロジェクトの一環として導入された新型車両323系が上昇橋踏切を通過していきました。
JR 神戸線に沿って梅北方面に進みます。上昇橋踏切からこの地点までの区間は JR 神戸線と大阪環状線の高架に挟まれた狭い区域で、非常に制約の多い難工事が行われています。既存の JR 神戸線や大阪環状線の高架を借り受けして、その付近で東海道支線や地下での何は筋線の工事が行われています。現在は JR 神戸線と大阪環状線の高架橋受け替え工事の準備が行われているようです。梅田ランプ西の交差点の西にある西梅田一番踏切に到着しました。タイミングよく関空からの特急はるかが新大阪に向けて西梅田一番踏切を通過しました。なにわ筋線はこちらの福島方面からこの道路の地下を通過して梅北方面に進んでいきます。なにわ筋線はこちらの福島方面からこの道路の地下をさらに通過して梅北新駅に到着します。 JR 難波駅の状況となにわ筋線の建設工事の光景を情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。